なんだろう、2だとそんなにキラキラしないんですけどね、これカーミネットですけど、2だとすごいキラキラする。アドレナリンがいっぱい出て、これ好きっていう、ね、そんなにキラキラしないんですか。もっとすごいと、こうやってくるめてくるくらい声好きな子いるので、猫ちゃん、TBA と SDMA。 はい、じゃあ、話したどうだった、はい、あ、リスタートした、リスタートした、はい、わかりました。じゃあ、血液はね、ちょっと調べさせてもらいますね。はい、じゃあ、一応、あと治療しますね。はい、お願いします。血液も、いくらさんがやりますね。はい、じゃあ、ちょっと待ち合いでお待ちください。はい、猫のさ、年齢がいってる子は SDMA をこれから使います。はい、じゃあ今ね、よし、ごめんね。あ、全然するよ。ちょっと近づくか。危ない、危ない、危ない。あと、もう少し上がるのはどこまでか、120とか100前まで、感じでね、ちょっとやったら吐いたんですね。
吐くってあんまりないのかな、状況はないのかなと思ったり、でも夜中に食べるって思うんですよ。ちょっとお食事がね、なんか時間帯がちょっとずれてきてるかな。杉林さん、この子ってお家でさ、デンタルケアやれてるんです？歯磨き。あ、はい、できてます。何秒ぐらいやれてます？はい、1回に何秒ぐらいやれてます？秒ですか？何秒？10から20秒。口の中はガブガブが嫌いじゃないので。あ、本当？あまりあれですか？いや、いいです。いいですか？いい感じ。30秒以上。30秒、わかりました。30秒以上やってください。で、まずは外側ね。で、ポイントはね、ほっぺたの裏ですよね。そうそうそう。口をね、口を閉じてやらなあかんからさ、見にくいかな。閉じて、口を、あ、こっちから、あ、大丈夫ですか？こんな感じ、こんな感じ。頑張れ、頑張れ。ここに入れるのが大変だけどね。そう、そうなんですね。でも入っちゃえば、口を閉じといて、そう。そう、閉じといて。あ、開くとさ、難しい。だからここだけはまずコントロールして何度か閉じてね。すごいやらしてくれるからさ、すごい、あ、すごいシックだよね。なんか口アグアグしてる。これさ、腎臓病がある子はさ、お口臭くないようにしとくないと、臭くなればまた悪くなるのが早いからね。あれですね、刺繍ポケットじゃあ目指します。そう、まずは歯の表面ね。30秒こせるようになったら刺繍ポケットもいいし、でも刺繍ポケットやるときはこれじゃダメですよ。もうちょっと二重の長さになってる、子供用の。もっと狭い。いや、ヘッドはこのさ、なるべくちっちゃい方がいいやん。猫さんやりやすいけど、長いところと短いところがある歯ブラシ。はいはいはい。ちょっとこれ使い込んだら、毛先が長いのと短いのと。そう。それで、シシポケットでなると、長い方がシシポケットに入ってくる。先生、その、ヘッドはそれくらいの大きさ？いや、これ大きすぎる。ちっちゃくって。なるべくこれぐらいのやつとかやりやすいと思います。大きいとそんな、ここやれないから。だから、それはちょっとここでは販売してないんで、普通の子供用でいいんですか？そう、子供用のやつ。ちょっとこれくらいのヘッドで。そう、なるべくちっちゃいヘッドのやつ。ちょっと目指します。20秒いけるんですけど。じゃあもうちょっとまとってください。はい、あと爪とか肛門先生やりやすい。すいません。これがちょっと怒るかもしれない。ちょっと怒るかもです。でも心電図持ちにしよう。で、ポンキ。今までは怒らってないんですね。点滴と、そうじゃないけど。ごめんね、長くなったかった。